生野真世さんの飛んでイスタンブールや杉本雅人さんの我も校の歌詞を手掛けたことで知られる作詞家千秋哲也さんは8年前の今日5月10日に亡くなりました。そこで命日の今朝は千秋哲也さんの名曲をご紹介します。千秋さんは1948年神奈川県生まれ、大学在学中にレコード店でアルバイトとして働きながら松崎しげるさんが歌った CM ソング黄色い麦わら帽子の作詞を手掛け、その後本格的に作詞家の道に進みました。千秋さんが手掛けた曲で私の印象に残っている1985年の大ヒット曲はこちらです。少年隊のデビュー曲仮面舞踏会をお聴きいただきましたが、作詞は千秋哲也さん、作曲堤恭平さん、編曲船山元樹さんで作られた楽曲です。実は作詞家に千秋さんを起用されたのは少年隊の錦織一清さんのリクエストだったそうです。千秋さんは当時矢沢永吉さんの作詞を手掛けていたため、矢沢さんのファンだった錦織さんがリクエストしてデビュー曲を千秋さんが書くことになったそうです。改めて仮面舞踏会の歌詞を読んでみますと、矢沢永吉さんの歌の世界に通じる危険な大人の香りが漂っているような印象です。続いては千秋哲也さんが手掛けた矢沢永吉さんの1986年の楽曲をお聴きください。曲を聴いてる時にファンの方はライブの時のようにタオルを投げたくなったかもしれませんが、朝から気分が高まる名曲ですよね。一度聴くと耳から離れなくなるようなパワーのあるフレーズの連続。生野真世さんの飛んでイスタンブールや少年隊の仮面舞踏会もそうですが、斬新な言葉の響きがメロディーと一体となって畳みかけてくる。千秋哲也さんの歌詞の世界にはそんな不思議な魅力があるような感じがします。いすゞ自動車プレゼンツ談麗今日の1ページ、今朝は作詞家千秋哲也さんの楽曲をご紹介しました。それでは今日も素敵な一日を。また明日。談麗でした。